こんばんは、ヤムジョと申します。今日はね、何をやってくかというと、まあ、ここに書いてありますけどね、まあ、最近いろいろ問題になってるじゃないですか。マスクから始まって、トイレットペーパーなんかもありましたよね。で、あと何、今、体温計がなんかやられとったりとかっていう、そう、転売ですね。よくね、転売やーなんて言ってね、問題になってるじゃないですか。ね、あれ、ボロ儲けしてね、なんや、ね、いかんやなからすぐに規制しろとかって、対策をしろって言ってる人が全然できてないんですよね、前。ね、そんなに言ってね、はい、すいませんって引くやつがね、転売やーなんてやってませんからねってことなんですけど、でも考えてみてください。つまり転売屋ってのは儲かるらしいじゃないですか。これね、ちょっとね、最底辺 YouTuber たるね、私もね、やっぱ転売屋にならないといけないなってことでね、転売の勉強してみましょうってことですね。これであなたも転売屋ってことでですね、やっていこうと思います。いやいやいやっていう。まあ一応ね、軽くね、まあ、転売ってあれじゃないですけど、まあ、結構オークションでね、いろいろ商品をね、売買したりとかね、いろいろね、発送とかやったりとかっていうのはね、やってました人間なんでね、多少詳しいですからね。ということでね、これはね、転売の仕組みっていうところからね、しっかりとね、徹底解説しようと思います。今日の動画多分長くなりますよ。もう無駄に喋りますからね。さあ、ということでね、やっていきましょう。まず正しい転売方法。つまり、転売するにはですね、転売する商品っていうのがないといけません。そのためにどうすればいいかってことなんですけど、基本的に最近良かった、転売ってね、まず大きく2種類あるんですよ。こういうね、品薄とかそういうのじゃなくて、単純に、安く物を、とにかく安い、もうぼったくりみたいな価格のやつを仕入れて、それをね、一般的に市場で出回ってる値段で、売ってしまう。例えば、カップラーメンが10円で売ってましたと言ったら、カップヌードルね。日清カップヌードルが10円で売ってる店がありました。ちょっと、とりあえずもう全部買っちゃうわけですよね。そうしたら、まあ大体ね、安くても100円って言ったら、カップヌードル1個100円って言ったら、誰だったら多分飛びつくじゃないですか。今でしたら100円で売ってるところなかなかないですよ。昔は88円で特売とかやってましたけど、つい5年ぐらい前ぐらいまではね。でも今でしたら140円ぐらいは当たり前じゃないですか。じゃあ、100円で売ってたら、わー、マジでって言ってね、みんな買うわけですよね。まあ、こういうようなやり方もあるわけです。つまり、売価と、まあ、売り値、要は安く仕入れて高く売るっていうことなんですけど、これが、まあ、極端にいく。まあ、普通の、だって商売もそうなんですよ。安く仕入れて高く売るんですよ。高く仕入れて、100円で仕入れたものを80円で売り続けとったら、その人は死にますからね。冗談抜きで、本当に、会社は倒産しますし、もう借金苦で、そのまま死にます。はい。ということなんで、商売というのはあくまでも利益を出さないといけないんですが、安く仕入れて高く売る。それが、まあ、どうすぎるとか、一般的な常識の範囲を超えると基本的には転売屋と呼ばれます。まあ、法律の範囲を超えたらそれは転売屋というよりは、ただの犯罪者ですからね。転売屋というのはね、意外とグレーゾーンついてるっていうのが、これがミソではあるんですよね。というのは価格というのはね、これはこの価格だって決まったわけじゃない。それで共産主義のね、世界になってしまいますからね。あそこでは価格というのは、この値段とはこの値段で売らないといけませんみたいな決まりが出てきますからね。まあ、それが価格もなくて、貨幣もなくそうなってるのが、社会主義とか、まあ、そんなに今、置いときましょう。今回は転売ですからね。転売というのはね、これは資本主義のありがたいしね、お裾分けなんですよ。ということでね、まとめてみました。まずで、こういうことで、まあ、そういうような転売もあるんですけど、今回は要はマスクとかでね、最近、話題になった転売の方、つまり、品薄なものをね、仕入れて、それをぼったくり価格で売るっていうような話題ですね。まあ、基本的に構造、ロジックは一緒なんですけどね、いわゆるこれの場合は普通の値段で仕入れて、すっげえ高い値段で売る。まあ、すっげえ安い値段で買って、普通の値段で売るのか、すっげえ高い、普通の値段で仕入れてすっげえ高い値段で売るのか、まあ、段階がこうね、この値段からこの値段で売るのか、この値段からこの値段で売るのか、一番いいのは一番そこで買っておいて、ポンって売るのが一番いいんですけど、まあ、これだとつけると株とか FX の話になってきますからね。これはちょっと置いといて、キュッキュッキュッ、キュッキュッキュッと、キュッキュッキュッ、しょ。ということでね、正しい転売方法を見ていきましょう。正しい。ということでですね、マスクみたいなやつをやる場合には、まず大事なのはこれです。まず、情報を集めてですね、品薄になりそうな商品を探す。ここが情報戦です。まず、どの商品がこれ品薄になりそうかなっていうのを、探すわけですね。で、まあ、例えば、まあ、こうね、もう今だからね、言っちゃいますけど、まあ、ゲームとか、あと、まあ、トレカとかである程度私やってたんですけどね、その場合はいわゆる、もう、売り切れ状態になりそう。ね、すぐに、もう絶対にね、プレミア価格になりそうなね、やつとかね、そういうやつをね、あらかじめ情報を仕入れて、それを多めに買っとくわけですね。それを、今度、
そういう商品を探してですね、これは、多分すごい値段が上がるぞというやつをあらかじめ知っておいて、それをネットなりなんなりというあらゆる手段でね、今度買いに行くわけです。でここで、ね、次が大事なんですけど、買うんですよ、商品を買うんですけど、買う方法はどっちでもいいです。クレジットで購入してもいいですし、でプライマリーバランスのことでね、クレジット買っといてキャッシュフローを良くしてっていうような方法もありますけど、現金買ってもいいです、もう売りかけでも、ね、いいです、どんな方法でもいいですけど、とにかく買うんです。どれぐらい買うかっていうのが大事なんです。商品が品枯れになるまで買い占める、ここが大事なんですね。品枯れっていう言葉、これはですね、まあ、お商売やってる方でしたらね、よく知ってる言葉だと思います。一般的によく品切れっていう言葉を聞くと思います。商品が切れております、品切れとか売り切れね、売り切れ、要は、店頭から商品がなくなりました、これ売り切れましたというわけですね。これが 品切れとも言うわけなんですけど、基本的にはこれは、その、発注担当者、その店の発注担当者が発注した数に対して、買う人の数の方が多かった状態、これが単純に品切れという状態です。じゃあ、ね、品切れというのはどういう状態かって言ったら、例えばこの場合、品切れというのが100を注文して120人買いに来ましたよとか、120個買いに来る需要があったのに100個しか仕入れてなかった、100個しか仕入れてなかった、つまりっていうことで、あれもね、例えばこれが、1200人が買いに来たのに100個しか仕入れてなかったら、あっという間に瞬殺なわけですよね。ミノモンタが宣伝した後の納豆とか、ミノモンタが宣伝した後の納豆なんて30分で売り切れましたからね。これはね、私もね、スーパーでやってたんでね、なんでミノモンタチェックですよ。結構昼間にね、誰か一人がミノモンタをチェックして、おい、こんにゃくやぞーってなったらね、とにかく、こんにゃくコーナー気をつけろって、もうね、ものの10本もしないうちにみんながこんにゃく、ブワーってね、すごいです。カゴいっぱい全部こんにゃくですかね、お前そんなにこんにゃく買ってどうすんねんって、もう、レジ袋重たくて重たくてしゃあないっていうね、カート使ってよって、よくわからんないけどね、そう、のとかが起こるっていうのがこれね、これは品切れです。で、まあ、身の元なんか品切れですよね。次の日に、次の日はちょっと品切れに近くことになるんですけど、基本的にはその後に、じゃあ今度200個欲しい。ね、って言ったら、まあ、1200とかだったらちょっと無理な場合もありますけど、できることはあります。1200個欲しいって言ったら、はいよ、じゃあ1200個納品しますねって、問屋さんね、が買ってくれる。っていう状態。つまり、仕入れ、発注した数は入ってきますよ。それが売れるかどうかの勝負。ここが売り切れ、品切れっていうところなんですね。対してこの品切れっていう状態というのはどういう状態かというと、例えば100人来ました。これなんかですね、1200人がわーっと買いに来ました。もうこれはもうめちゃくちゃ売れるぞってことで、ね、この場合商売人っていうのは、こういう時は大量仕入れをするわけです。それは売れるって、明日は買いに来るから、お前先行はね、1200人買いに来ました。で、1100人買えませんでした。じゃあ、明日また1100人買いに来るから用意しとけよ。まあ、来週まででもいいわ、用意しとけよって言ったら、おっしゃ、じゃあ発注しましょうって言ってね、発注して、じゃあ1100個をください。まあ、そういう場合だったら、もう多分1300とかちょうだいって言いますけどね。うん、まだこの後も買いに来るかもしれんっていう、まあ、2000とかでもいいかもしれませんけど、まあ、1300くださいって言ったら、すいません、問屋さんがもうありませんと。すいませんけど、もうありませんので、昨日と同じ100個か、もしくは100個も用意できません。もう他からも注文が殺到しちゃって、もう50個しか入りませんよっていう状態。これが品枯れっていう状態です。全くゼロになるっていう場合もありますね。生産がストップしてしまっても、東日本大震災の時なんかがそうなんですけど、工場がね、被災になってしまって、それで供給ができない。最近だったらあれか、千葉の台風の時に、被害を受けた後楽園さんが、結局食品、自分のところの加工工場が全部、被害、受けてしまって、それで、供給ができなくては、まあ、他の場合はお店が閉まってしまったっていう状態ですけど、あれもそうですよね。つまり、ラーメンという麺を、供給することに、とニーズが全く崩れてしまって、起こってしまう。こういうのが品枯れっていうやつです。これがいわゆる、
最近あの品薄、商品が品薄、マスクが品薄ですっていうのはまさにこの品枯れって状態だったんですね。だってあんだけマスクがいっぱい売れると分かっとるんだったらね、それはね、どこのドラッグストアだってスーパーだって大量に仕入れたいんですよ。でもそれができない、状態になったと。まあ政府があの医療機関に優先的に回すために、ね、マスクをちょっと確保したりとかっていうのもあって、さらに供給量が減ったりしたとか、今いろいろあるんですけど、うん、つまり大事なのはその状態でこの転売屋というのは品枯れになるまで買い占めないといけないです。これ範囲が、にもよりますけど、今の、時代だと思って全国的にやらないといけません。これが通販っていうのがあまりなかった時代というのは、その地域を買い占めてしまえば、その地域のものを買い占めてしまえば、この、転売構想というのができたわけです。そういうことが あったんですよ。うん。ね、例えばゲームとかで、で、もしやるって言ったらね、そのゲームをね、地域のところ、とにかくもう店頭行って全部あるもん買い漁って、っていうのが、あの、やるようになったんで、それでまあ、お一人様一点限りとかそういうような規制をつけて、大手はまた対抗性とかってなるわけなんですけど、で、その転売屋じゃないね、お店側の方は。そうなんですか、まあ、転売屋っていうのはそこで、ね、その地域買い占めて、とかってやったら、その地域で、いや、もちろん表立っては言いません。でも、ゲーマー仲間とかのところでだって、こういう風にして、俺持っとるで、ね、あの、5000円のゲームやけど、どうや、8000円やったら出せるで、とかっていう風にやって、儲けるなんていうね、方法もあるわけです。これもまた転売の一つの方法ですけどね。うん、これがまあ最近はもうネットがね普及しちゃったんでね、アマゾンが品切れになったらまた別なんですけど、アマゾンももう全然なりませんってことなんで、これはまあもちろん一人でできるケースもありますけど、総力戦です。転売屋が総力を上げてですね、買い占めしないといけないわけなんです。だからすごかったですよね。あの、マスクの時すごかったでしょ。ね。私ね、実はね、朝の6時半にね、毎日ね、ドラッグストアの前を通ってね、あ、今日はどれぐらい並んどんのかな、どういう人が並んどるのかなって、実は定点観測やってたんですよ。まあ、面白くらいね、毎日同じ人がね、一生懸命ね、でもうね、もう、あの、ロックチェアみたいなやつとかね、全部ね、用意してね、もうね、木柵みたいなのにまで用意してるような人がいましたからね、ね、優雅にね、あの寒い中頑張ってらっしゃいましたよ。それはね、もう、とにかく、ね、品切れにしないといけないです。だって、普通に書いたら、転売が、あの、のロジック崩れますからね。そうそうそう。ということで、そこまでやりますよ。で、こっから大事なのは、最大限とにかく念入れをします。念入れは最大限。何したらぼったくです。ここに、あの、良識なんてものはありません。徹底して、最大限売れるギリギリの価格にします。売れるギリギリの価格にして、なおかつでも大事なのは、スピーディーに売り切らないといけません。これもうね、あの、生鮮食品並みです。日一日変わったら生産、毎日生産してますからね。うん。ね、あの、まあ、業種にもよります、物にもよりますけど、ね、そう、あの、ね、あの、ね、生産ロットにね、1週間かかるやつやったら、この1週間が、1週間後に再入荷が各地に入りますよってなったら、なるわけですね。まあ、例えばね、っていうのは、そこで大事なのが、商品が入ってくるシステムっていうのをね、見ないといけないわけです。まあ、これちょっと芸名さんみたいに言いましたけど、まあ、普通はメーカーさんがありますよ、こんな感じでね、メーカーさんがあって、で、それがですね、直接消費者さんに届くわけじゃないんですよね、基本的には。まあ、ダイレクトショップとかって直販でやってる場合もありますけど、直販でこういうふうにピューって持ってっとるようなね、アパレルなんかですとたまにあったりしますよね、直接買いますよとか。あとは生産者が直接って言う場合も、基本的には一応間を通してる形になります。小売店を直接ネット通販のシステムを管理してるのが、その農家の人がやってるっていうケースは少ないんで、まあそういう意味ではそこがまあ小売店というか、まあ取り次ぎ屋さんになってるんですけどね、事実上は。うん。っていうのはありますけど、っていうのがあるんで、基本的にはお店で買いますよね、皆さん。じゃあ、このお店っていうのは直接、じゃあメーカーさんが直接買うのかって言ったら、そうじゃなくて、基本的には、小売の場合は問屋さんっていうのを通します。ここも大事なんですけど、つまり、メーカーさんから問屋さん経由で、お店に並びます。それが、消費者のもとに届きます。まあ、これが例えば、あの、ゲームなんかの場合は、イオンとかでかいところだと、大手メーカーさんも直接ね、あの、問屋さんと同じような仕入れをしますから、直接もうあなたも問屋さんの一員みたいな感じでね、仕入れをさせてもらって、小売やってる場合もあります。まあ、あと逆に、あの、問屋さんが小売店を経営してるっていうケースもありますよね。有名なところだと、メディオさん、
で、あの、アニメ関係で非常に有名ですね。メディオさんっていうのは、実は大手の、流通問屋さんでもあります。KI 通産っていうね、ホームページに出てますからいいですよね。あの、KI 通産っていうの 大手の、問屋さんなんですけど、あの、ここ実は PC ゲームとか、ね、あの、すっごく強くてね、あの、仕入れでね、非常にいいところなんですけどね。まあ、いや、ね、あの、メディオさんとお店もやってるっていうケースもあります。ただ、そこはちゃんと、あの、共存と言いますかね、うちが問屋でやってるんやから、その、あの、店頭価格はお前らっていうより絶対安くしてやるぞとか、そういうようなことはしてない。あの、その分特典とかいろいろ。対するようなあれであのねあの差別化というか炭焼きをねあの図ってくれるというねまあそういうねありがたいところですけどうんまあそういうようなところとかね、あのまあ場合によってはあのフランチャイズ契約とかもやってますからねメディオさんあのですからあの問屋されちゃってますけどまあ販売とか苦しい場合はあのフランチャイズ契約ってね、でしたらあのメディオの看板貸しますよみたいなんで四日市もあ四日市じゃない鈴鹿に一時期ありましたよねですんでゼロ式書店さんが、メディオの看板でフランチャイズでやったりとかねやってましたよねうんそうそうそうあれね結構ね検討事としたことがあったりするんですけどまあそれはまた別の話、で、いうことでまあ問屋、小売店からこう渡っていきますで、ここで、大事なのつまりこれで転売っていうあの暴利をむさぼるためにはどこが大事かって言ったらここをせき止めないといけないですここをバシーンとせき止めて、とにかく転売屋にここから転売屋に流さないといけない転売屋ねまあ転売屋ってことでねまあこんな感じでね、お金持った転売屋、転売屋ね。うん、こういうわけです。そうすれば消費者が買えなくなります。ね、最後のところに届かなきゃ意味がないんですよ。結局ね、なんですから、そうすると消費者は、いろんなルートでまた買おうと探すわけですね。探してると今度ここに、転売屋がこそこそっと現れるわけですね。これは目に見える形であっても目に見えない形であってもいいです。メルカリとかヤフオクとかっていうことなんですけど、これはあくまでもまだね、表だった。うん。もっともっといろいろ深いところがあるんですけど、基本的にはこういう感じで、やって売りますよということなんですよね。で、例えば今回のマスクのような場合は、まあ、それで、一時期でまず、メルカリとかでわーって問題になったじゃないですか。で、規制をどうのこうのって言ったんで、まあ、あれはね、個人的には、まあ、もちろん しないといけないと思います。しないといけないと思うんですけど、素朴な疑問もあったわけですよね。いやいやいや、あんなのは氷山の一角だろ。メルカリやフォークリアルっていうのは、正直言って、もう本当にこういった個人みたいなイメージでいいと思います。メルカリとかでやってるレベルの人たちはね。っていうのは、この、消費者に持ってくのに、リスクあるじゃないですか。メルカリとかって本当に自分の商品売れるかわからない。しかも、中間マージン、メルカリはまだしも、ヤフオクなんかめっちゃ持ってかれるわけですよね。あれ、売上ベースから持ってかれますからね。だから、転売で高く売った分だけね、ヤフーさんの方に、持ってかれるぞっていうようなね、システムであったりしますから。逆の果てにあれ、実は出品手数料取られるんで、売れんで、みんなが誰もノーって言って買わなかったら、出品手数料丸損になってくわけなんですよ。まあまあ、それでも1個でも売れたら、暴利が取れるね。2000円のものを2万円で売るっていうのは、2000円のものを2500円で売るのとは、全然、値入れ率も違うってことは、それは逆に言ったら、ロスリスクっていうのも少ない。いわゆる、商品が在庫リスクね。在庫を抱え込んだとしても、1個売れたら、とりあえず、黒赤字でもない。悪口では、法人でも何も関係ありませんからね。違法の転売ですから。あ、まあ、違法かどうか、まあ、グレーゾーンですよね。今はもう、まあ、そこは違法ですけど。まあ、っていうのは、違法にし、ですよっていうふうにわざわざしないと、ならないぐらいに、実はここグレーゾーンなんだっていうことですね。値段を決めるのは、あくまでも消費者ですからね。うん。これが資本主義ですが、これが、いや、これその値段は、高すぎるからダメだーっていうふうにやっちゃうと、これ資本主義の交換実は揺らいじゃうんで、なかなかこれ言いにくいというところがあるので、そこに目をつけるのがこの転売屋のわけですね。そう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 。うん、だから本当に、もし、ヤフオクとかだけで、本当に転売をうまいことやって、人儲けできる人って、よっぽどね、経営センスがあるんでね、普通に商売やった方がいいと思うんですけどね、私は。まあまあまあ、それは置いといたとしても、うん、じゃあ、じゃあ、ね、普通じゃない人いるのかって、そうなんですよね。っていうのはね、不思議に思いませんか？
こんだけ何千万枚って、ね、何億枚ってマスクが、要は供給されているのに、それが枯れていくわけなんですよね。うん、ってことは、それだけ分だけ頑張って、これ、品切れになる前、買い占めてるわけじゃないですよ。まあ、もちろん一人でやってるわけじゃない。でもこれ、10人、20人でもできる、表せないですよね。一体ね、何千億円かかるんやった話の計算でしょ。うん。で、しかもそれだけ買ったやつ、果たして、あれ、メルカリやヤフオクで全部出てると思いますか。あのページバーっと出てきますか。あれだけですよね。うん。で、実際に売れてる量って、あれ何千万枚もじゃあマスクがメルカリで取引されとったかって言ったら、それは結構疑問じゃないですか。何千ね、何千万ケースとか、そういうケースね、ですよ。取引利益のデータとかね、わーっと見れるはずですけど、多分そこんなにいってるわけないはずなんですよ。いやいや、まあ、手の返しなんかをやってたとはいえね。じゃあ、その大半のマスクはどうしたかって言ったらですね。それはですね、消費者に届けるわけなんですけど、これ消費者じゃなくてもいいわけなんですよね。例えば、小売店で言われました。わー、全然入ってこやんわーって言って。そうしたらもう、高値でも取引したりもうないな。メーカーさんに言うともう供給量ってのは決まってるわけじゃないですか。ね、もうマックス作ってるわけですよ、マスクなんて。ね、シャープなんか新しく作ったりしますけど、それでもね、マックス供給量が決まってるわけですね。じゃあどうするかって言ったら、これね、ここに持っててもいいんですけど、この転売屋って別にここに持っていく必要だけじゃなくていいんですよね。ここに持ってったって、ここに持ってったっていうわけなんですよね。これがね、ここにもしパイプを持ってる転売屋さんがいたら強いっすよ。あれ強いっすよ。確実に売っていきますよ。何千ケースでもドーンと。問屋さんっていうのは基本的にね、うん、そりゃ、ね、10個20個なんて発注じゃないですかね。何十個って発注ですからね。え、そんなことできんのって言ったらね。これから問屋さんっていうのが、問屋さんと小売店がどこの国かにもよりますよね。日本の国内だったら多分無理でしょうけど、この問屋さんっていうのが、どこかのね、国の問屋さんで、どこかの国の小売店にやったら、日本産マスク、ね、大特売とかで、できますわよね。大特売、どこまで売ったらもっと取れやんか、まさか、ですけどね。そういうこと、そういうことなんですよ。絶対これ、すごい、太い、まあ、もちろん表立っても出てくることはないと思います、ここら辺に関してはね。でもこれがあるからこそ、これだけのことを買えるってことは、それだけのものを売ってるわけですよね。それだけのものを売るってことは、それを転売取引できるところがあるわけですよね。これ、一般消費者だけでこれできますか？日本の消費者だけでこれできてますか？それやったらね、うん。多分、すごい、ね、みんなそのマスクに困ってるわけないですね。みんなが転売で買ってたら、ね、っていうことなんですよ。じゃあ。ね、まあ、これもいいんですけどね。ここでもいいんですけどね。そう。こういうフロートが。ここを持ってるのが本当の真の転売屋です。これはだからメルカリとかでわーって出てる。わー、中国人がメルカリ出してるのが捕まったとか。そんなのはね、ちゃんとね、純粋にいないね。あとね、比較的純粋に、あ、じゃあ転売してみようって言ってね、やってるような人たちです。実際のところはもっと下の奥のところ、深いところにもっとすごい規模でやってる方がいる。下手すりゃ問屋から直接買ってる人いるんじゃないかなと思います、あれ。あんだけ小売店の転売の方に並んでこやんってことは、問屋からも直接買えるような人が、いわゆる、小売店みたいな形でね、小売店みたいな形で、転売屋のお店を持って、ね。もちろんゴーストでいいんですよ。登記簿上あれは日々くらいですからね。で、問屋さんとちょっともう契約があるところがあって、そこからカラカラーって入れとったりしたら、こっちにも長いところにして、確実に仕入れて、で、それを、どこの国かわからない問屋さんに持ってって、ここのルートを持っとるやつ、だから、この人が二次問屋みたいな感じですね。お酒なんかでよくあるシステムですけど、問屋さんから問屋さんに売るっていうケースもあるんですよね。この問屋さんから今直接小売店で書きましたけど、問屋さんとこの小売店の間に別の問屋さんを通して売るなんていうのは、これお酒ではよくあるんですけど、二次問とかって言ってね、一次問屋さんが卸せる、ところっていうのが決まっとって、みたいなね。あるんですけど、問屋さんが問屋さんに、運ぶ。まあ、まさにこういうような感じで、ここが転売屋。ということで、確実に儲けるためのアンダーグラウンドのこういった、
ところのコネクションをまずアンダーグラウンドでつなぐところから始めないといけませんね。さあ、無理かな。ってことで、うん。やっぱし無理かな。転売無理だな。と諦めたところでね、まあ一応こういうことね。だから、メルカリとかで、ああ、ええやってやって、わーってやろうっていうので、成功しようなんて、ね、そんでで、本当に成功できるぐらいのセンスがある人やったら、もう全然一般の業種でちゃんとやって、儲けた方のが絶対ね、こういうようなコースなんで、まあ、一般の皆さんは諦めましょうということでね、この動画締めさせていただきたいと思います。どうなのこれ。まあ、いいや。ということで、とりあえず、未使用で締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。